皆さんどうもミです今日はですね、ユークリッド期間、非ユークリッド期間という話をしておきましょう。まあ、非ユークリッド期間について言うと、先日ですね、なんか笑わない数学なんかなんかで言われて、まあ、なかなか30分番組で非ユークリッド期間をさらうことは無理だろうと思うわけですけれども、まあ、特にユークリッド期間がどういうものかということがわからないとわからないので、あの、ユークリッド期間をやって、で、さらにその先であるところ、それがどういうふうに、どういうふうに思われてきたのかということも言って、そして、なぜこれが打破するのが難しかったのかということが言って、そしてその、非ユークリッド期間というのが、まあ、1800年代初頭において、 生まれてきたんですけど、それがまた受け入れられる流れっていうのもなかなか複雑で数学史的な内容もあるし数学の論理的な問題もあるしその後の効率的な発展っていうのもあるので正直30分番組では手に余るところがあるんですよねまあなので、まあ、あのざっくり言っておきたいんですけどその非クくりと機械についての話は、まあ、僕のライブとかくっさるほどやっているのでもうそちらの方を見てくださいいわゆる平行線工事内郷工事をめぐって、まあ、直,線直線上にない一点を通るような平行線が1点1個引けるのかっていうのが非1個引けるのがゆくりと機械2本以上引けるのが非ゆくりと機械でも双極機械と言われるで で、一本も引けないというのが、いわゆるリーマン9面規格、9面規格といわれるものです。で、それ以外も、いくらでも、まあ、いくらでもあるんですけど、まあ、ークリッドか、そうでないかということ、悪目が重要なわけですよ。な、ま、ん、あ、でかっていうと、やっぱり、ークリッド規格という性質にあります。まあ、やっぱり2000年前からずっと使われていたし、皆さんが中学生以来ずっとやっているような規格、初等規格といわれるようなものですけど、中学校、高校、数学においてね。あれが正しくないわけないっていうその直感は皆さん働くでしょう。まあ、普通考えたら、ああですよね、みたいな感じですよ。ただ、残念ながらそれが、ああ、普通考えたらそうだよねっていう、普通じゃないのが数学者ですから、どうなってきたかっていうと、まあ、 世界全体を見たらどうなるかといえば僕たちは球面上に生きています球面上に生きているけど僕たちは平らだと思っていますあれこれおかしいなということですつまり局所と帯域の対比率がなんとなく生まれてきたんですね まあそういう問題から、まあ、そしてそういうものを微分期化だとか、まあ、まあ、そうなんちゅうか、ちゃんと曲線論とか曲面論をやろうと思った瞬間にそういう問題が生まれてくるというのがまず1点。これ解析的な範疇ですね。一方で、あの、全く数学史的には別の流れがあって、第五項順、いわゆる平行線項順というのが、まあ、ユークリッドの本を皆さんお持ちの方は、あの第一巻の一番最初開いてみてください。第五項順というので、非常に長いステートメントになっているんですね。全く美しくないということです。なので、これをどうにか他の定理から、他の行理とか他の定義から導くことができるんじゃないか というなんか何か何のためにやってるのかよく分かんないけど、まあ、美意識としてね極力そのオッカムのカミソリといいますか極力少ないような過程から全てを導きたいという数学の美意識があるので、まあ、そういう問題もありましたこれはアラビア人とかがよくやっていることですね中世においては、まあ、ヨーロッパとか東洋とかヨーロッパなんかよりよっぽどそのアラビア辺りのところの方が文化が高かったので。 まあそういう問題も何ので役に立つのか分からないけど、まあ研究としてやられていたところがあります。まあその中ですね、やっぱりユークリット期間の特殊性というものもお話ししておかないと、ちょっと話がまとまらないので、さっき言ったようにユークリット期間の,、まあ重要あの発展とその需要というものと、どういうふうに思われてきたのか、そしてなぜ非ユークリット期間が生まれた時に、えー、こう困難を迎え、受難を迎えたのか、そしてその後の発展というのがまた二点三点するのでややこしいので、とりあえずユークリット期間というものがどういうベースの上に成り立っているのかということをお話ししておきたいと思うんですね。なので、 期待まあ、ちょっと変な動画にな,なっているような気もするんですけど、あの、実は行く時ときかというのは、その、世界全体を見ようなんてことはあまり考えていないのです。まあ、空間概念として、その一応、一様な点とは何かとか、直線とは何かとかいうのをちゃんと定義はしているんですけど、そこまで言えば、実は、大盤振る舞いというかあの大、大っぴらにその風呂敷を広げている感じではなくて、もうちょっとその内実を見ると、多少そのか狭い世界で考えているんですね。まあ、それは現実的に言えば、まあ、球面に僕たちが生きているんですけど、平面に思えるのは僕たちがアリンコみたいに地球規模から見れば、こんなちっちゃい 生物ですから、もう説明平面の中で考えている程度のことにすぎません。で、ゆっくりともですね、どちらかというと、そういう、おそらく大工の出タという説もあるぐらいに、非常にその、手づからの仕事というか、手作業みたいなことに近いんですね。つまり、点とは大きさを持たないものである。まあ、これはまあ、うん、しょうがない定義ですよね。で、一方で、あの直線の定義というのは、点が一応に移動したものとか、の何かしらこら一応に伸びたものであるみたいな言い方をするわけですよ。この一応に伸びたものっていうのが結構問題ですよね。まあ、確かに言われたら一応っぽいな、みたいに言いますけれども、この辺が、まあ、一様な、 運動とか言ったら、まあ、それこそ変な言い方になりますけれども、まあ、一応、加速度が一応なのか、速度が一応なのか、みたいな、位置がそ一応なのか、位置が一応って言ったら、まあ、固定点だと思うんですけど、まあ、その一応ってなんやねんっていう問いがあります。で、多分、僕たちのその両親、心に従って、まあ、一応って言ったら、まあ、大体こういうもんだよねっていう、なんか紳士協定みたいなものに過ぎないんですけど、おそらく、ユークリッドとか初等機関をやっている人にとって通じるのは、なんかこう、スーッと伸びてる感覚ね。このスーッと伸びてるって何なのかっていうと、いわゆる手作業で定規を置いて、手でこうやって ずーっと引くような感覚。もしくはこう。大工さんの仕事として、なんかこう。糸を引いてぺってやる。墨でペッてやると。 線がパチンってつまりですね、かなり手作業に近いです。僕たちの目で見てやる数学、幾何学なんですけれども、実はその構造と,というか出所としては、割とそのスーっていうか、何回言うんだろう、この数を差し上げますみたいな、スーッっていうような感覚っていうのがあるんですね。ですから、実はその平面の中において、僕たちのいわゆる初等幾何において、スーッっていう感覚があるわけですよ。でこれをですね、あのちょっとひウゆレット機械的な話をついでにしておくと、その球面の上でスーッってやるとどうなると思いますその平球面の、まあ何でも 球体がないない球体があって皆さん頭の中に想像してください。この上で何か直線をスーッて引こうとするとどうなりますかきっと一番スーッとくるのはその体炎で切った時のいわゆるなんか平面でその球を中心を通るように切った時のこれ上にスーッてるのが一番抵抗感ないんじゃないですか例えばこのそうじゃない適当な球を適当にペンって切ったりすると上だけチョンって取れたりするんですけどそれに沿ってこうやってやるとするとなんか手をこうやって曲げてこうやってやらなきゃいけなくなったりするんじゃないですかだけど球面のその体円いわゆるその半径に向かって垂直なところに垂直なところに 直なな方向に,に立つような平平面面の上で平面ぽいようなものいわゆる接平面みたいなところであれば、まあ、あまり抵抗感なくスーってやっていけると思うんですよ。こ斜めていたりするとあのペン先がスッて,こうッてこうずれてしまったりして余計な加速度が必要力とか加速度が必要になるんですよね。そうじゃなくて本当にその手,手作業でスーってなるとすれば球面においてはいわゆる直線が単位を通るような平面上平面で切ったようなものが対円む,むしろ球面上の直線になるということがまさに、えー、洞察されるわけですね。まあ、むしろこういうふうに昔は考えられていたと思うんですけど つまり、あのユークリット規格のおというのは、実はどっちかというと、手作業がベースになっている感覚があるんです。やっぱりその2000年前、2500年前の発達というところからもお考えられるように、実は手作業的なその一応という概念が、とそと手作業にのっとっているということです。今、僕はどちらかというとそのお、現代数学だとか、近代数学みたいなこと、もしくは中学、高校で習うような感覚でいうと、目で見てやることが多い、まあ、自分で作ったわけじゃないので、企画をね、目で見てやると、やっぱり目で見て、その視線による企画っていうものが、たぶん、印象としては強いんでしょう。実際それはあの 驚くべき発展を迎えます18世紀19世紀においてはいわゆるプロジェクティブジオメテリーという社機化というものが生まれて実は社機化の中に全てが埋めあの非ユークリッド機もユークリッド機も全部埋め込まれてしまうことになるんですけどこういうのがある種光の幾何学ですねでむしろユークリッド機学というのはうんと手の幾何学です、えー 現代数学は光の幾化学になってます。なんかかっこよくなったね。急に絵画教室みたいになってしまいましたけれども。まあそんなことは良いとして、まあ実際ユークリット機化というの,のの一応というものをベースにして考えると、意外とそのユークリット幾化の特殊性だとかでで、出どころだとか、どういうものを意味しているのか、平行線とはどういうものなのか、スーッと伸びている。直線とはそもそも何か、スーッと伸びているという感覚というのがなんとなく分かってもらえれば嬉しいと思います。そしてまあこれ以上のことはちょっと非ユークリットとかユークリットとか対立を煽ってもしょうがないし、まあこれ以上のことはなかなかね、10分内の動画ではなかなか言うことができないので、まあこれぐらいにしておきますけど、実はそのユークリ の精神というのは割,割と狭い世界で狭い世界だからこそ手作業が効くわけですで。むしろ広い世界になってくると手作業なんか効かなくなってくるわけです。端的に言えばまあまさにさっきの救命のこれもそうだし、まあ、何か。 ポテトチップスみたいなこういうまあラッパーとかね、馬の鞍形とか言われるような、ああいう局面でこうなっていてこうなっているような局面において、スーッと引こうと思ったらどういう風に弾きますか手が全くその反発とか抵抗を受けずにスエンを引こうと思ったらどういう風な直線になるかということを想像してみてください。こうなってくると数学がちょっと必要になってくると思われるわけですね。というわけで、こんなもんで大丈夫かなユークリット期間とかヒークリット期間についての質問がね、ちょちょあったりするので、なんとなくユークリット期間にの一様性という、その直線とは何かということを述べておきました。ちなみに、 直線って無限に伸ばせないこともあるんですよ。なんか直感的に2点を結ぶような直線がある。まあ、これはスーッとした概念で別に構わないんですけど、実はそれがあの無限に伸ばせるか伸ばせないかということで大きな区分けになります。もちろん、ユークリット期間や非ユークリット,ト期間でも、いわゆる、あの、双距離期間においては無限に伸ばせます。しかし、球面においての直線っていうのはさっき言ったように、大円なのだとすれば、その平面、中心を取るの平面で切ったこの一番大きい円のことを大きい円って書いて、大円と読むんですけど、この体円だったら無限に伸ばせませんよね。必ず周期が発生したり、必ず自分自身と交差してしまいます。こういうのを無限に伸ばせないというわけですね。 に球面の場合にには直直線線を取れるような直線上にないような上い一方で、ポテトチップス、内緒は、えっと、馬の鞍型、内緒はラッパ型という、ま、ラッパというのはこう、こうなっていて、こうなってますから、まあ、こういうところにおいては、実は、平行線というのは何本でも弾けるということが分かっております。一つの直線に対して1、別の点を取ったときに、平行線というのは、こうやっていくらでも引くことができるんですね。交わらないように。まあ、ようなこともありまして、まあ、実は、まあ、そういう切り替えとか、なんか、すごいと思うかもしれないですけど、それ以前に、ユークリド期間っていうのはどういうものかということをちょっとやって おなないいいととピンとこないと思まますので述べておきました直線の概念というのも結構変なもんですよと何、まあ、な,なら点概念というのもそこ,そこをめぐって現代数学というのは集合論に走っていくことにはなるんでしょうけれども空間とは何ぞやとかね点とは何ぞや点というのは、まあ、空間とは点からなっているものであるじゃあ点は点が先なのか空間が先なのかみたいなねそういう対立になっていってそれについては現代数学答えないわけですけど、まあ、そんな感じになっていきましたありがとうございましたどうもご覧くださいさいよなら